コメント来てた。いつも散々変なリズムで我々を苦しめる記念に一つ復習オーバー。スプラトゥーン3のバイト BGM ケイオスフェスティバル。この変拍子に果たしてついていけるかな？いいだろう。仮にもプロなんで、初めてその曲聴くんですけど、その場で対応して叩き切ってみたいと思います。くらえ！レッツゴー！お？ん？いや、合ってないなこれ。なんだ？3、4、5、6、7、8、1。いや、増えてるぞこれ、調子が。え1、2、3、4、5、6、1、2、2、3、4、5、6、7。あ、やっぱそうだ。永遠に変わってないこれ調子。いやテンポも変わる。どうなの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 。じゃん、なんだそれ。というわけで全くできませんでした。はい、終わりです。リクエスト来てた。これ流血って読むのかな。どうやら前回僕が圧倒的対応力を見せたがゆえにより難しい曲をリクエストしてきたようだな。受けてったと何度も言うけど、プロって感性、技術、対応力なんですから。くらえ。リクエストガチ初見スタート。お、はい、ドンドン、いけんじゃね。セット、いける、いけるよ。な、微妙にずれてる。あれ、いや待って、気持ち悪い。なんだこれ。やってたら微妙にずれるってことは、分母が16分音符の変調するのこれ。いやそれはやばいって、気持ち悪い。どういうこと。え、終わった。おい、なんだそれ。というわけで次回叩けるまで練習してみた。キチカ変態視聴者さんに31拍子が出てくるスプラトゥーン3のボス戦の BGM をリクエストされ、今日リベンジしたいと思います。リクエスト来てた。どうやらボカロ曲のレイヤーって曲ですね。今までの動画でね、鬼畜変態視聴者どもから寄せられた曲が難しすぎたんで、まあ、それに比べたら今回のちょっとマシらしい。今回こそ俺の実力見せます。くらえ。というわけでかかってこい。あーやめて、なにこれ。あーもうかっこいい。でも歌入ってるとこはできるね。あれずれてるぞ。算数の先生来て、サビだけはやらせろ。ん、何拍子ですか。あの僕割と他のかっこいいちゃんと叩いてるのもあるから見せないで。サンキューリクエスト。竹という曲、これもリクエスト多かった。どんなタイトルやねんと。なんかね、楽しそうな曲な気がする。だからちょっと癒されるかもしんないね。リクエスト初見竹、行ってみましょう。おーおー、かわいい、かわいい、どうしたの。せーの、あーおーあーあー、こんこんこん、え、お風呂入った。ノリが、あ、3連と16分の行き来をする系ね。てってってって、あ、かわいい、かわいい。え、あ、たったった、よいしょ。え、終わり終わり。リクエストあったい、はい、輝くんデスマッチ叩いてみてほしいですということで、みんなに影響されて僕もスプラトゥーン3始めたよ。でもこの曲はどうやらラスボス戦の BGM みたいなんで、初見でやってみたいと思います。 S ランクのプロの腕前見せてないよ。くらえ。輝くんデスマッチ。
ラスボスがある。ビートで塗りたくってやるよ。あれ、かわいい、かわいくない、かわいくない、楽しい、楽しいね。ポップなラスボス、どんな顔、なにこれ、気持ち悪い。マジするな、テンポメロディー、俺が倒してやんよ、この変態リズムのラスボスオーナー。いや、すげえ曲だな。はい、ふぅ、あー、やっと終わった。はい、というわけでビスさんの腕前、みんなコメント欄で評価してください。リクエスト、アマダ大未来伝道という曲をやってほしいです。多分レイヤーぐらいかそれ以下の難易度なので余裕だと思います。余裕な曲リクエストしちゃっていいの、やっちゃうよ本当に余裕で。うーん、でレッツゴーリクエスト初見アマラ。おお、おい、かっこいい。さあついていくぞ、どうにか余裕でやるって言ったのね。おう、来るか、変拍子、何、どこ行った、どこの世界、リズムとは、あれね、あったの、気持ちいい。え、そして世界は滅んだ、終わり、まだだってね、8分の6、仕上げはバケツ3。余裕だったし、リクエスト来てた、闇鍋って曲、優しめだからいけるはずですよと。やっとか、やっと優しめの曲今日は叩けるってことなんで、張り切って楽しんでいきたいと思います。レッツゴーリクエスト食券闇鍋。はいはい、なんとかもありがたい、おお、新しい、はい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 、どうしたの、どうしたの、どうしたの、かっけえ、はい、対応していく、対応していく、1曲これ、嘘なの、嘘はつくの良くないよ。ごめん、一言だけ言っていいかな、どこが優しめやねんお前。リベンジ編、小説ごとに表紙が増えてる超ド変態変拍子曲をリクエストされ、前回は世界的な曲で今回はリベンジしたいと思います。ダブっちゃって、マジカルドクターやってください、ほんとやってください、やってくれたら飛び跳ねます、夢の国へ行きます、散財します、いってらっしゃい、やってくれなかったら死にます、やみます、疲れます、嫌です、お願いします、メンヘラ、俺このリズムのドクターが完璧なプレイで君を救ってあげよう。というわけでレッツゴーリクエスト初見マジカルドクタースタート。あ、かわいい、てかね、この不気味な音質は何、わざと、はい、うわー、びっくりした、マッドドクターやっけ。あー、やっぱりなんか病んでる。嫌いじゃないよメンヘラは。ほら、保健室はサボるためにあるんじゃない。なんかエッチな先生か。あー、あっ、癖になる。保健室、保健室に行きたい。はい、というわけで夢の国行ってらっしゃい。優しめのリクエストしませんやっと、もう変拍子に乗ってこない。サードタイムアンラッキーでお願いします。いいや、俺はもう信じないぞ、優しいとか言っといてどうせやばい曲来るんだろ。だが乗りこなしてやんよ。いや、マジどうだろうな、行ってみましょう。サードタイムアンラッキー、レッツゴー。
英語ですか、不穏な空気からうん。いけんのあれ違う、絶対俺はついていくんだ、これがもう俺がアンラッキーだよ今。かっこいい知り合いじゃないよ、カモ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 。優しめのリクエストします。嘘つけサンキューリクエスト。これもすごく多かったんだけど、これかっていうものかな、この曲やってみてくださいって多かったっす。僕もそろそろ皆さんのおかげで鍛えられてきましたから、今回こそは対応してみせます、見ててください。リクエスト初見いってみましょうか。あーやばいやつ、なんだなんだなんだ、ポリリズムなんだ、はあ頭おかしになるて、俺が曲を作る、これは曲なのか、デタラメにやれば一体になれる、楽しいけどそろそろ疲れたよー。あーピロ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 チン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 、今までで一番疲れた、曲だったのかこれは、もう曲だったのかどうかも分かりませんでした。はいはい終わりですってやろうと思ったら、はいやばいです、はい終わりです。